関係代名詞の単元、最後の動画です。関係代名詞のまとめをやっていきましょう。まずそもそも関係代名詞って何やったか、関係代名詞の役割って何やったかっていうと、2つあったよね。まず1つ目、関係代名詞っていうのは2つの文をつなげる役割をしてましたよと。そしてもう1つは、これが忘れがちやから大事やって話をしたと思うんやけど、関係代名詞は名詞を修飾する、説明する 役割ちょっとこの例文で確認してみようか。I lost my pen, which I always use. 私はいつも使っているペンをなくしました。最初にあった分ね。この文っていうのは私はペンをなくしたっていう文と I lost my pen ってやつね。1番の文とそして I always use it. 私はそのペンをいつも使っていますと。この二つがます。 合わさってるってるる分にと、二つの分をこの関係代名詞ウィッチがつなげる役割をしていますよとえ、そしてこのウィッチはどういう関係でつなげてるかつながっているかっていうとこのウィッチの後との分、私はいつも使います使っていますっていう部分がこの前の名詞を修飾してるんやねなので役としては私はいつも使っているペンと すこういうふうにして関係代名詞っていうのは前にある単語名詞を修飾するような形で2つの文をつなぐま接着剤の役割をしていたんやねそしてこの関係代名詞この2つの役割2つの文をつなげるっていうのと名詞を修飾するっていうのは変わらへんねんけどその時によって主格になるか目的格になるか所有格になるかっていうのが変わってったんやね そして例えば目的格では省略関係代名詞を省略することができたり所有格の時は先行詞前の単語ここの前の単語が人でも物でもフーズを使いますよとかそういったルールがあったりしました今役割は確認できたと思うので最後ちょっとこの例文を使いながらそれぞれの格の関係代名詞を確認をしていきたいと思います えまず最初、主格の関係代名詞です。え主格って言ってるので、これはもともとの2つの文で考えていたときに、主語の役割をしていたものです。えそれが省略されて、関係代名詞に置き換わっているような形やね。I have a friend who lives in India. I have a friend who lives in India. have who a え私には友達がいますと、えま男の人やったとしたら、彼はインドに住んでいますと。彼はの部分が 関係代名詞になっているので、何々は何々が主語やね。なので、主角の関係代名詞ですよ。ここの部分やね。そして、主角の関係代名詞の時は、前に来る単語は人であれば、a friend、人やね。人であれば、風を使いますよ。そして、こっちらは company、ちょっと難しい単語やけど、会社っていう意味でした。会社っていうものが来ているので、 ウィッチを使っていますよと人物になっていますなのでフーとウィッチで使い分けられているよねそしてやっぱり訳としてはインドに住んでいる友達とこういうふうに前の名詞を修飾するように訳してあげたらいいです私にはインドに住んでいる友達がいますよと下も同じように He works for a company which makes computers やっぱりこの後ろの部分が その会社はコンピューータを作っっててますことなで、やっぱり主角やねそして前の関係代名詞あ、カンパニーをあ、前の名詞カンパニーを就職してますよとなので彼はコンピューターを作っている会社コンピューターを作っている会社で働いていますとこういう役になります大丈夫かな主格の関係代名詞ですそして次に出てきたのが目的格の関係代名詞でした これはもともとの文で目的語、つまり何とかにとか何とかをとかそういう役割をしていた単語が置き換わった形でね最初にあった文これは目的格の関係代名詞でした I lost my pen which I always use 私はペンをなくしました私はいつもそれを使っていました I always use it この it がなくなって which になったので これは目的格の関係代名詞だね。そして目的格の関係代名詞の時も前の単語が人であれば風になるし、ものであればウィッチになりますよと。それは変わりませんと。ただし、この目的格の関係代名詞っていうのはまず一つ省略できたいね。省略かって書いておこうか。かっていうのは可能、できるってことだよね。なので I lost my pen, which I always use. は I lost my p 私はいつも使っている赤ペンをなくしました。いつも使ってる赤ペンじゃないね。ペン。こういう,う順番やね。She is a girl who I met every morning. なので彼女は女の子です。私が毎朝、毎朝会っている女の子です。なので 毎朝会っている女の子とこういうふうに訳すんやけどこの「風」も省略をすることができますよと省略ができますとえそしてもう一つこれちょっと新しい内容このまとめで足しておきたい内容やねんけど前の単語が人で目的格の関係代名詞になっている時は「風」も使うことができます人で目的格の場合っていうのは関係代名詞 Who 以外にを使うことができます。実はこのフーム、必ずフームを使うようなパターンもあるんやけど、中学校の間はこれで OK です。この理解で覚えておいてください。なので、ここで言うと、She's a girl who I met every morning は、She's a girl whom I met every morning というふうに言うこともできます。ただ、主角の時は粉も,も書いてないよね。なので、ここはフームとかには、 できません。大丈夫前の単語が人で目的格の関係代名詞の時には「フーム」を使いますよと。はい。でこの「ふー」と「フーム」のちょっとした違いやねんけど「フーム」にするとすごい硬い感じがします。なので話し言葉で「She's a girl whom I met every morning」みたいなことを言う人はまずいません。どっちらかっていうとこういう書き言葉やね。 書き言葉で正式な英語とかでま出てきやすい関係代名詞にはなっていますよと。目的格の関係代名詞でした。そして最後、所有格の関係代名詞、フーズね。これはもう例文一つしか載せていません。一つしかせんかったよね。まなんでかって言うと、所有格の時には前の単語が人でも物でもフーズになりますよと。オッ OK?I have a friend. whose uncle was prime minister。え、私には、え、これもやっぱり訳す時は後ろの部分がこの a friend という名詞を修飾するように訳します。なので、私には uncle was prime minister。おじさんが首相だった友達がいますよと。え、人でも物でも関係代名詞は whose を使っていますと。で、この whose はどんな時に使ったのかというと。 主格の時は何とかは何とかが目的格は何とかを何とかにやってるけど所有格は何とかのやってるななのでここで説明すると私には友達がいます。I have a friend と彼のおじさんはプライムミニスター首相だったということなので彼のっていう傷が置き換わってる省略されてフーズに関係代名詞と変わってるんだよねなので カレーのにあたるものやから所有格の関係代名詞 f o o を使っていますよと大丈夫かな関係代名詞はちょっと難しいまあ中学校最後の単元になってくるのでまずはしっかり全部の関係代名詞に共通する役割を理解するそしてもう1つはそれぞれの格での関係代名詞の使い分けこれできるようにしておいてください。